にちは、生産者ネルアンナとハルカとアキとカズです。よろしくお願いします。本日も皆様にミャンマーのニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。あれなんですか、ちょっと私詳しくないんで3人に聞きたいんですが、旅人期間中不動産ってわかる？人？違う、不動産じゃない。不動産がね、一番動く時期なんですか？そう、11月から今ミャンマーは脱税ね、脱税終わったからそれできる。悪いはね、悪いはいつかな、雨降ってるの時期みたいね。あの時期だと、隠しちゃダメとか、ミャンマー牧場のね、あれで、あれ、許しちゃダメとかあるね。まあ、10月終わってから、和上ね、和上からできる。今の時期はね、結構、結構する人多い。去年の、その、旅人の時期に、不動産のイベントがあったそうなんですが、それの売り上げがね、去年3億ちょっと。今売り上げ良かったんだけど、今年はできないから、それもオンラインで開催すると。おお。それ見た、オンラインにいっぱい。本当？あ、見た？はい。友達もその仕事やってるから、昨日もそれ送った、Facebook にね、写真とかあげた。どこのアパートいくらとか、どのぐらい広いとか書いてる。ね、不動産業界はさ、ずっとコロナ始まってから投資が悪いから。ねえ。はい。ね、ちょっとだいぶしんどい中で頑張ってもらいたいなっていうのが思ってるんですかね。まあ、何もできないんで。なんだこれ、食べ物、鳥だ。あれ、フルーツでやったのやつね。そうそう、フルーツで作ったの。コロナ期間中にね、まあ、多分暇だったんでしょうね、最初。これママやったの？うん、この男の人よ。レベル高すぎやろ。めちゃくちゃレベル高い。できる？できない。食べれないでしょ、こういう風に見たの。食べるよ、私は。綺麗すぎるから。いや、食べにくいよね、ちょっとね。そうですね、もったいない、食べちゃうと。あんな、そういうの気にしないで食べと。食べるよ。食べ物からすぐ食べる、全部食べます。芸術、アートをね、ちゃんとあの見ないでそのまま食べそうだもん。ママ、日本にもあるでしょ、お弁当に。あるある、キャラ弁当ね。でもそのお弁当はね、怖くするね。なんか怖いの変えたりするね。可愛いのもあるよ、可愛い。そうですね。よくね、その子供 の、 あのお弁当に使ったりするからね。この人はタイとか中国だとこういう果物をホテルとかで働けるんだって。へぇ、カバーなるほどね、はい。特別なイベントの時とかに、はいはいはい、はい、そう、だからミャンマーでも広がらないかなっていう風にね、インタビュー受けてました。なるほどね、確かに、この人は何で出したの？え、ミャンマー人？え、ミャンマー人ですか？もう年上だね、あまり若くないね。あ、そうだな。やめなさい、やめなさい、写真を見て。若かったらどうすんだよ。そうよ、でも、あ、40以上ぐらいだよ、これ。やめなさい、やめなさい。若かったらハルカさんが好きでするかもしれない。すぐ男探そうとするじゃん。そのおじさんは大変しましたかもしれない。おじさんじゃダメだよ、あら。すみません。お兄さんね、タイの人たちはそういうのは上手だ。そうなんだ、ね、はいはい。ミャンマーでももしかしたらこの方がきっかけで広がるかもしれないよ。確かにね。ママ、これミャンマーにもこれ教えてるの学校 あるでしょ。あ、そうなの、ね、ありますよ、教えてるの。なんかね、一応ね、この方はね、学校で木彫り、木ね、そう、木にこういう同じのやつを作るのをほんの少しだけやったことがあるって書いてある。なるほど、それを食べ物でやってたんだ。そうです、そうです。ただ、正式な訓練を受けているわけではない。ああ、そうなんだね。プロフェッショナルじゃないけど、はい。でも、はいはい、
ちょろっとやったことがあるよぐらいなんですかね。器用だね。器用ですよね。すごいですよね。うん、アンナもできるんじゃないこれぐらい。これぐらいできるやん。え、できるの？もう十中で見て、もう。違う、アンナは口でやるでしょ。食べるだから。食べながらやる。食べながらね。そうそうですね。これ何でしょう。アメ細工です。ああ、ありますあります。子供と企画の前によくそこで売ってる。おじいさんたちはどういうふうに食べれるのやつと食べれないのやつありますね。でもこんなにじゃないんですけど、あれ綺麗のやつもありますよ。本当、こういうふうに魚じゃなくて人形みたいなやつ、人とか あれスーパーマンとか子供たち好きなやつをね、シンデレラとかそれやってる。田舎にはシュンしてますか、シャシャ。何？シュン。あ、泥？泥。あれで遊ぶね、子供の時。泥遊びね。田舎は泥で遊んで、そう、都会は雨で遊べると。はいはい、母さん、泥団子とか作りませんでした？いや、僕はもう泥団子ピッカピカに磨いてましたよ。磨く方のタイプでしたか。日本でもその分かんない泥遊び？体にもね、私痒くて薬ぐらい塗るぐらいまでやった。そんなに。なんか嬉しいな、その全然違う国だけど同じような遊びしてるっていうのが、ね、でも今の子供たちはあれはできない。そうですね。あとで電話ばっかり見てるから、もうその遊び方は今の子供だしわからなくなっちゃう。ああ、そうなんだね。そう、電話とかテレビとかにすると、あれだ、あれ、あのさ、二人はさ、エイリアンってわかる？エイリアン？何エイリアン？あ、イティ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 。何何、エディ、エディ、イティ、イティ、イティ、宇宙、宇宙、あがだ、ウィシューでな、かわいいね。かわいいか、そうか、かわいいか。ね、そう、はい、今の子供たちってさ、スマホばっかり見るじゃない。はい。だから目が大きくなるんだって、将来は。こういうふうになるの？そう、で、目が大きくなって、で、あと、噛む、食事の時にさ、噛むことが少なくなるんですって、はい、そう、だからこれは将来の人間の姿なんじゃないかっていうね、これ都市伝説ですね。ミャンマーはね、うん、西の女性は良くないの写真前見ちゃダメで、お化けの写真とかこの写真とか見ちゃうと子供を産む時ああいう風に出る。あ、そういうのがあるんだ。綺麗な人たちの写真だけ。はい、かわいい、かわいいな、あれ写真とか部屋の中で測ってありますね、絵とか。あ、そうなんだ。そうそう、そうなんだ。じゃあ星座チャンネルをずっと見てたら、はい、かわいい女の子生まれてくるね。うん。食べ物とかは何か言われてる？コーヒーとか飲んじゃダメとか。子供はね、大きな子供欲しい時ね、バナナいっぱい食べるでしょ。牛乳とか、はい、バナナ食べすぎるとね、子供は大きすぎるで産むとき大変だって。なるほど。最近そういうふうに聞きます。だからあまり食べちゃダメとか。あ、じゃあ逆にさ、赤ちゃんがちょっとちっちゃいかなって時はバナナばっかり食べればいいのかな。はい、そういうふうにもあるし。あ、そうなんだ。私は知らないですか。僕はあの子供産んだことないから分かんないからさ。私たちも産んだことないですよ、社長。そういうふうに言うと悪いよ。社長、勉強して。ごめん。だから社長、子供を彼女できないだよ。おい、そのネタを毎回するんじゃないの。いつもね。いつもそれで。編集しながら傷つくの僕なんだけど。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、アンナとアルカとアキとカズでした。バイバイ。
アンナからトルインさん、アンナお前のチャンスある。あ、やらない、ギブスターよ。ダミーダメだ、ギブスター。ダメケンカしないで。ねえ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 、ケンカしないで。仲良く。誰が最初に始めてもいいけど。じゃあ、僕から始めようか。こんにちは。あ、いらない。じゃあ、アンナちゃんお願いします。はい、ちょっと今日私元気じゃない私シナちゃんにもメール送ったんですけど、見ないから消した。いやいや、仕事してたからさ、見ないから消したとか、その彼女じゃないんだからやめて、そういうの。ちゃんと教えて。